さあ中田島砂丘の入り口に来ましたけど、津波発生に備えて知っておこう避難場所って生々しいですね。この見るとね、津波避難マウンドとかね、なかなかなもんですね。この前来た時ね、7時までしか駐車場やっとらんっていうのは知らんかったんで、6時45分ぐらいに来まして、夏の彼方残念ながら断念しましたんで、今日はそのリベンジとして仕事の帰りに立ち寄ってます。中田島砂丘の入り口、 T 字路になってるところです。ここにドーンと見えますね、中田島砂丘って書いてある。中田島砂丘って書いてあるぞ。ちょっと撮りますかね、これね。もうサムネイルこれだな。まあ当たり前ですけど、もう階段がすなすな状態ですね。うわすごいすごいね。昔学生時代に夜中にここに遊びに来ましたので、一体全体どうなってるんだかさっぱりつかめませんでした。当たり前だけど超砂状態です。長靴履いとかよかったら、靴の中砂だらけになりそうですね。当然じゃ当然だけど、もう圧巻って感じですよ。こうしてみるとね、もう砂砂砂って電流から運んできた、すごい凄まじい量の砂ですよね。これ砂浜を歩くなんて何十年ぶりぐらいですかね。トンと海に落ちてないし、地味に疲れますね。自転車ばっか乗っとるとね、自転車用の筋肉しかつかない、体がそういう作りになっちゃうんで、地味に歩くのが結構大変です。ここはちょっと湿ってるから歩きやすいな。なんでここが湿ってるんですかね、なんでここが湿っとるのか、ここだけ水がなんで溜まってるのか、ここはよくわかりませんけどね。今日はね、中田島砂丘来るのが目的でしたけど、防潮堤を見に行きました。防潮堤、これ振り返った浜松方面、北向いてます。こんな感じ、はい、地味に急坂になります。ここから結構ね疲れますね。太ったおじさんにこの砂山を歩く登るのは結構難易です。かなり力取られますね。これ閉まってない、サラサラの砂なんでかなり登りにくいです。ちょっと歯が入ってます。中田島砂丘って書いてある岩の裏側、裏から見るなんて怒られそうだ。